こんにちは、あやのです。YouTube を見てくださってありがとうございます。えー、皆さんご機嫌いかがでしょうかえー、っとね、そう、なかなかちょっと動画が上げられないかったなぁと思って、まあ少しね、時間空いちゃいましたけど、なんかね、こう、うんと、どんなことがあったかなぁと思い出した、思い出した、思い返してたんですけど、なんかね、とにかく体が重かったりした時があって、 うんと進めたかった作業とかやりたかったことって結構あったんだけどなんだこの重さみたいななんかこうあのドローンにこうベローってこう体を取られてるような感じっていうかうんあの実際ドローンに埋まったことないんですけどイメージねそんな感じで。 うんで、まあ、無理して作業してもよかったんだけど、こんな状態で無理くり絞り出して何のためになんだろうと思ったら、遠慮なくソファーでゴロゴロってことになりますね。あとは、あの、気心と知れたね、友人とだらったら、あの、 ラインのあのビデオと、ビデオカメラでさ、話したりとか、まあいい時代になりましたよね。これ電話代だけでもた、たかなり1時間とか話しちゃうと結構ね、いったんじゃないかなと思うんですけど、まあそんなことをしたりしていて、うんと、昨日、昨日ね、そう、あ、外れたと思って、なんかスパンってこう自分がなんかね、変わった感じがして、 うん。で、まあ、これは、あの、後付けっていうよりも忘れてたっていうか、前から知ってたのは、私、お羊座なんですけど、お羊座にね、火星が戻ってくると。で、お羊座に火星が入ると、ガゼン元気、もりもりみたいなね。まあ、勢いづいていきますよって、ま、先生術読んだりしてたんで、そうか、今日そういう日だったと思って、本当になんか、なんかが外れた。 ドンっていう感じですかね。はい。まあ、あとは、うんと、ちょっとね、湿度とかがあると、まあ、普通に体重かったりとかしますよね。 そんな意味で、まあ、ストレッチをちょっといつもより多くしたりとか、うん、お風呂にしっかり使ったりとかね。あの、意外とね、あの、気温上がってますけど、体自体がね、冷えてたりするんですよ。お尻とか触るとね、結構冷たいんですよ。なんで、まあ、あんまり冷たいものね、取りすぎないようにとか、あと、本当にこう、夏の野菜っていうの、うん、体を冷やしてくれるようなのは、まあ、もうちょっとかな、うん、土曜。 本当は土曜明けまで待った方がいいっていう人もいるけど、せめてもうちょっとかなって感じですね。だからこう、まあ、努めて体のケアをしていくのと同時に、うーんとそれなりにバランスを取った過ごし方をしていました。さて、ツイッターを追いかけてくださってる方は何々と思ってるかもしれないんですけど、実はね、えっ、ー、と先週、えっ、ー、と、音声診断の えっと、桜田さんと、えっ、ー、と、アレグリアスヒズとクリスタルボールをやってらっしゃるカリアスさんの3人で、まあ、ミーティングという名のランチをね、うちでしてたんですけど、いろいろひとしきりなんか緊急報告とか話したりとかして、うん。で、なんかちょっとこう、まったりしてきて、あ、ちょっと待って、なんかチャネルリングで聞くことありますかみたいな。<laughs> で、いや、私は、 いやさ先に関係ない話しちゃうと自分で、えー、と個人的にチャネルリングっていうの全くしないからこういうあの周りの人にあじゃあこれしてもらおうかなとか何か言ってもらって本当助かってるっていうか自分のメッセージすら取りに行ってないから <laughs>、うん、そういえば綾野さんもっとつながってくださいって言われてたなあいかんいかんみたいな感じですかね、まあ、そんなわけで、まあ、メンバーがいたっていうこともあって、えー、とちょっとリーディングをねしたんですが誰にしようかって言って。 まあ歩くとスり繋いでもいいけど、うん、なんか違うなーって言った時に、カリアさんが、じゃあちょっと久しぶりに呼んだら、なんて言って、あ,ーあ、お父ちゃんみたいな。<laughs> ニキシズですね。ニキシズに久しぶりに繋ぎました。あのー、喋り倒してましたね。喋り倒してたし、やっぱりさ、あのー、ニキシズに繋がるときって他よりも、がぜ圧倒的なパワーなんで、 動かされちゃうんですね。言葉だけじゃなくて、なんかこ、なんかわからないけど。<laughs> うん。それでえ、いくつかね、こう、対話を重ねていった中で、ああ、やっぱ違うな。そうだよね。その視点、やっぱりなかなかなかったよね。みたいなことを、こうね、伝えてくれたりしたんで、そういうのをシェアしたいんですけど、いかんせん、ゆるくやりすぎて、レコーディングもしなければ、 あの動画も撮られなかったんですよで2人はちょっとメモ取ってたみたいなんですけど私はほとんど記憶が飛んでますのでなんか詳細をねこうお伝えすることできないんですけど、えー、とまずですねうんそうそう私一通りリーディング終わった後に、まあとさ桜井さんが「じゃああそうだそうだ」みたいな「あ綾のさんにも最後メッセージありますか?」みたいな感じで「お伝えしておきます」みたいなことでそしたら n キシ i が「うん」みたいな「綾野さん」 行きましょうみたいな。もう遠慮せず行きましょうあなたはそもそも何で遠慮してるんですかみたいなことを言われて、えっ、ー、と、結局どういうことを言ってきたかっていうと、あ、これしたらあの人にはどうかなとか、自分ってまだこうかなとか、うんと、いろんな状況とか見すぎて、何かに対して遠慮をしてご自分にストップをかけてるようなことね。うん。 み、あの、皆さんでもあると思うんです。それが、あの、気遣いっていうことだったりとか、人との調和っていうふうにね、あの、作用してる場合もあるけれど、あるけれど、一つそこのね、うん、と良さっていうのは取っといて、 そもそも遠慮してるってどういうことなんだろうって言って、私もその後考えたんですよ。確かに、お自分のペースでこれ押しすぎちゃったら、あの人を面食らうよな、みたいな。えっ、ー、と、誰もついてこなくなっちゃうかな、とかさ。うん。あとは、ちょっと自分の顔を通しすぎたらいけないよな、とか、あったあったと思って、で、そんな遠慮を私目線で相手の考えを勝手に作って、 で定義して「じゃあ」って言って遠慮を勝手にしてる状態だから本当かどうか分かんないねって思ったんですよねプラス一番誰に遠慮してるかって言ったら自分自身なんだと思いましたその時に「ああ」って思いましたねあのー、自分に遠慮してるって何やってんだと思っちゃいましたねあのー、さあ、うん、まあよくさニキシーズなんかも、うんま、他のスピリットもそうですけど 創造主としてね生きるってどういうことですかってあなた方が目覚めたスピリットの目線で三次元をね創造主のようにね振る舞って生きていくってどういうことですかって言った時にうーん神様は自分に遠慮とか他の星に遠慮してクリエイティブっていうことにストップかけたりしないなって思ったんですよね。 だけど、やっぱりこう、三次元のこの生活で、いろんなみ,みんなで作り上げてきた、まあ今までのね、ルールとか概念とか、そういうのあるけれど、うん、それを採用したのは、やっぱり自分。うん、大きなね、大きなこうシステムだったりします、まあ集合想念の中に自分だって含まれてるから、それを自分も採用してたと思ったら、 もう一度本当に今この瞬間に立ち返ったらそれを自分が採用するかしないかってまた選べるんだと思いましたね。で、その都度自分の真意っていうか本意、まあそれが魂の声なのかさ、わかんない衝動なのかわかんないけど、それを選ぶ機会が実はあったのに遠慮してたのは周りと見せかけて自分自身に遠慮してたんだと思ったら、いやいやそんな必要ないかなと思っちゃいましたね。うん。 あくまでも、あの人がとかさ、今の状況じゃとかってさ、今のこの雰囲気じゃとかって言ってるのって、言い訳なんですね。だから、自分に対して言い訳するっていうのを、こうなんか棚に上げて、うん、えー、遠慮させていただきますっていうのは、自分に対してしてたんだなと思いました。はい。 そんな感じですね。えー、遠慮なく行きたいと思います。宣言ね。うん。まだそういうふうな宣言をしている状態ってことは、まだまだあの自分にもそういったパターンが残ってますから、まあ、徐々にね、徐々にやっていきたいと思っています。はい。もう一つ、もう一つあります。えっ、ー、と、ニキシズの、うーんと、春分か。 春分の日のね、イベントをご参加くださった方なんかは、まあ、ニキシズってどういう人かなとかってあれだと思うんですけど、初めての、ね、方は、ニキシズっていう再生リストがありますから、それをね、ちょっと追っていただけたらと思うんですけど、この天の川銀河をね、こう、生み出した、その、想像のさ、エネルギーというか、で、ニキシズは3分の1だって言ってたんですよ、辞書ね、辞書。うん。 でニキシズとあと2つの大いなる意識体がみんなでこうクリエーションしたまあイメージっていうかさバンとなったので天の川ができてニキシズはそのまま天の川の空間そのもの象徴そのものとして宿っているっていうねことだったんですけどなんとなんとどうやらうちのユニバーサンドのメンバーにその3分の1のあの あと二人いるじゃない、そのもう一つの、えっ、ー、と、ソースを、えっ、ー、と、それ自体じゃないんだけど、それをちゃんと自分に、えー、入れて、魂にしっかり入れて、この天の川に、 えー、とどまっているっていうことの、その、なんていうのかな、バックグラウンドみたいなのが分かって、その、そのメンバーはね、なんかネ、ね、生シてなんか気に入らねえな、みたいなことよく言ってたんですよ。あいつなんかもうちょっとうまくやれよとかさ、うん。私たちメンバーとね、やっぱり立ち位置が全然違って、あ、面白いな、と思って、こんな感性いいな、なんて思ってたんだけど、違うの。そもそも、その人は、 あの、天の川になんでどまってるかっていうと、やっぱりみんなそれぞれ大いなる意識体3つで作ったものを、やっぱり、えっ、ー、と、見届ける、えー、もしくは、その、均衡が守られているとかさ、そういうものを、えっ、ー、と、 面白い,言い方してた。ニキシーズは監査って言ってたけど、監査みたいな役割としてはお、とどまってらっしゃります、いらっしゃいますみたいにしたけど、で、まあ、たまたまそのエッセンスを持ったまま、さらにさらに、あの、凝縮してさ今人として地上に降りてる人がいるんだけど、面白いね、みたいになって、じゃあ、 次のイベントはユニバーサとしてね、えー、と私が、えー、とチャネリングをして皆さんにメッセージを届けるイベントとしてその3分の1のもう2期地ズじゃないもう1人にねコンタクトしようと思います。 えっと、ちょっとね、まだ日にちイベント立てるところまで詰まってないので、まずメンバーをもう一度久しぶりに集めてお話ししたりしたいと思います。そして、えっ、ー、と、告知したりさ、皆さんと何か共有するには、まずその人の名前なんて多分当然ないと思うんで、うん。で、今どこの銀河にいるかもわかんないし、あまの子はが銀河って、 作った後、その後どうしてるのかも全然知らないから、ちょっとそこら辺を聞いて、まあ、こうこう、こういう感じの人です、みたいな。で、まあ今私たち人類とコンタクトを取るっていうのはある意味必然性があるはずだから、どんな思いで、うんと、イベントをね、やっていきましょうか、みたいなところをもうちょっと私がリーディングしたら告知したいと思います。はい。 なので、えー、お父ちゃんのファンの方は申し訳ありませんが、次のイベントは2期地ズじゃありませんが、同じようなね、うん、大いなる意識体の3分の1をまた、えー、下ろして、え、地上にご紹介したいと思っております。そんな感じですね。えー、あとはなんかあるかなうんと、そう。えっ、ー、と、実はさ、なんかさ、早いなと思うんだけど、次回の遠隔ヒーリングね、えっ、ー、と、来週の日曜日ですね、 はい。えっ、ー、と、今回はね、また、えっ、ー、と、整えるをメインで、えっ、ー、と、光を輝くだっけな。 うんなんかそんなテーマで、アルクテルスのエネルギーをメインにやっていきたいと思っています。えっ、ー、と、もちろんね、えー毎、毎回ご参加くださってるファンの方、はい、ゲストがいらっしゃるはずなんですが、すいません、リーディングがもう全然追いついてないので、えー、明日、ちょっと時間があるかな。今日はね、セッションびっちりなので、明日あたり、ちょっと私も、うんと、どんな方とつなげて、うん、来週、あ日曜日か。 やるかちょっとまたね、えー、お話ししていきたいと思いますじゃあそんな感じです最後まで見てくださってありがとうございます